아.
これで、はい、いうことですね、ちょっと遅れたんですけども、本日、ピタゴラス和歌山店さんでですね、e スポーツ対戦会と題しまして、スーパーストリートファイター 2X の、アニケンさんを交えての、で、アニケン切手を、今、配信しております。そして、実況は、私にさせてもらうんですけども、解説の方ですね、はい、KKY さん、はい、ちょっと喋らさせていただきます。一応会場の方にも聞こえるように私はマイクという形で撮ってます。わかりました。あ、早速なんですけども、はい、ご覧かけん、はい、この辺はどういった方法になっていくんですか。これはですね、基本的には、キャラ相性的には、一般的にはゴブ近いと言われてるんですけど、剣は波動剣という飛び道具を持ってるんですが、やはり出かかりが非常に遅いので、そこの出際をブランカ側が狙っていくという形で中間距離での攻防が主になります。なるほど、波動の打ち合いからの中間距離の差し合いがといったところですが、ここは昇竜連覇が決まって兄剣さんの勝利です。はい、はい、じゃあ 次の方お願いします。これ何、兄さんって負けたら自腹な、マジか、厳しいな。アニケンさんはかなりお小遣いとの戦いもありますよ。はい、じゃあ次、泰造ファンさん、泰造さん、あ、龍ですね。はい、泰造さん、泰造バイパンチさんですね。泰造パンチさん、はい、龍剣ということで、昔からローズドックスなどあって、飛び道具の性能差はかなりありまして、剣龍の飛び道具は出が早い上に当たるとダウンするというところなんですが、剣はそれに対して足の速さ、恐竜剣の強さ、それから、ただ、しかし、そうですね、やはり近距離で、アニケンの歩きが上手すぎますね。プレッシャーのかけ方がやはり、かなり、アニケンさんの特徴ですね。こういうことで言うとあれなんですけど、非常に戦い方が若々しいと言いますか、荒っぽいという取られ方もされがちなんですけど、その言ってる間に波動からの勝負で、はい、このやっぱりプレッシャーが、はい、非常にきついので、相手はなんとか切り返したいという行動をしたくなるので、しかも見寄ってしまう、そこまで呼ばれてしまうと、こういうことになる。さあ、アニケンさんの連勝が止まらない。じゃあ次の方、はい、サニパンマン、サニパンパン、サニパンマンさんですね。はい、滋賀県さんが、おっと、バナナの差し入れ。さあ、キャラはレッカーね。手側は、ベガが立ち足と、リーチを生かして、こんな感じで中間前、これもさ、しかし1回捕まるとかなりきついというところがあるので、はい、手側が慎重な立ち回りをしなくちゃいけないというのも、これは慎重に立ち回るんですが、ここでも勝利で落とされてしまう。小足からダイヤシャドウゲーしまって、トップスピンから掴み、なるほど、かなり伸び合いで、断機してたっぽいんで、そこはアニケンさんは動いて、得意の波動拳の取り籠から勝利を奪う方がダブルディープレスで切り勝ってしまう。竜巻からタイヤシ波動拳、文字をガードさせて、タイリウムガード、タイヤシを刺して、ここは膝投げから勝利2択に持っていく。ここは手がないで、ここは前から最後はジャンプライティング。素晴らしいですね。そうですね、今最後、掴みに行ってもいいところなんですけど、だいぶ体力差がついてるんで、ここは落ち着いて、波動拳で離して、なるほど、戦いを落ち着ける感じです。はい、じゃあ次、ドットさん。ドットさん。さあ、ドットさん。キャラは何なんでしょう。何なんですかね、うさぎ。なんか、かぶり物をされてますね。剣同キャラ、この X の同キャラってどうなんですか。同キャラ、キャラによってかなり、
まらない組み合わせ、つまらないというとあれなんですけど、どうしてもお互い手が出しづらい組み合わせがあるんですけど、同キャラはかなりお互い自由度が高いです、はい、あ、そうですね、はい、さあここは対空を昇竜連覇で一度取っていく、多分同キャラの中では3本の指ぐらいには入っても不思議じゃないぐらい面白いカードじゃないかなと思いますね。なるほど、さあ掴んで足大足繋がってるんですね、足大足埋めておけば繋がりますね。なるほど、さあ歩き上げ、さあ兄剣が 4連勝ですね。4連勝ですね。さあ誰が栄えある第1号のお菓子になるのか、さあヨッシーさん、ヨッシーさん、8人今エントリーしてくれてるんで、8人そうですね、下手したらちょっと全員いっちゃうかも。まあ、結構まだエントリーされてない方もいるんで、あ、そうですね、全然エントリーも受け付けてますんで、こちらでお願いします、はい、あ、と言ってる間に、まあ、しかしヨシさんが結構前にしかし大勝利を落として、これはあの重ねをミスってしまい、まあ、垂直を落としたが壊しい連覇がつながらないが、反撃を見せましたね。ちょっと裏回りしそうだったんで、今なら空中で落としておくのがいいんですが、結構難しいですね。さあ今日は波動拳の出は遅いんですが、出た後の隙は少ないので、トリカゴに関してはかなり強力なものがあります。この竜と剣の違いっていうのは、はい、波動拳のまあ、好き、竜の方がない、波動拳、トータルのフレームは確か竜の方が短い。なるほど、ただ歩きが剣の方が速い、歩きは剣の方が速いです。まあ竜のは出が速いけど出た後の隙が大きくて、出が速い、はい、で剣は出が遅いけど出た後の隙が少ない。なるほど、トータルでの隙のフレームは確か竜の方が1フレーム近かったり。なるほど、こういう差があるんですね。さあ次が、マナさんですね。マナさんの同キャラ戦、まあちょっと飲まれているか、ここは少しですが、さあ熱波を打つ、かなり今強気なことですね。まあ体力差はありましたが、さあ大足払い、通り点から画面端、こうなるときつい。さあ前飛びは落とされしまう。あ、さあ続いてチムーンさん、はい、チムーンさんいますか。相手の技が届かないですね、アニケンさん。そうですね、やっぱりその辺はまあ県のトッププレーヤーやり込みというところだと思いますが、さあ、エントリーされてない方、多分まだ腐るほどいると思うんで、さあ、さあホンダは珍しく明確にとも言い切れないんですけど、はい、剣がかなり有利だと思われている。剣はだいたいコブからビフリっていう組み合わせが多いキャラでして、なかなか厳しいキャラなんですけど、まあ、本田には有利と言われてますね、一応、番組で。やはりこの波動大足、飛び道具に対して本田がなかなか大工作がないというところが、まあ、そこはキャラのところもあるんですが、アニケンさん、やはり先ほどからの立ち回りが非常に素晴らしい。そうですね。何もさせてもらえない。まあ、これは安全飛び込みをしてリバーサルでホンダが必殺技を出すと、仕込んである勝利権が出るという、まあ、仕込みタグ、ね、最後は勝利打つ、勝利受けバッチリのタイミングでした。さあ続いて司教さん、司教さん、司教さんおられますか。はい、いや別に多分何使っても5期以外なら多分 OK だと思います。
はい、Sキャラをどうやらシキョウさんは使われるようですが、Sキャラっていうのは、その1個前のバージョンのスーパーストリートファイター2というのがありまして、それとほぼ同じ性能になる、まあ、裏キャラみたいなものですね。キャラによっては X よりもバージョンが強いキャラもいるもんですから、そういうキャラだと逆に X より強くなってしまう場合もあります。キュンリーは X の方が多分強いと思います。ただ S の利点もあるので、そこをうまく使えばまた出しどころもあるという。わかりました。わかりました。さあ、その S ならではの強さ、勝っていきたいところですが、通常の判定が X より強いんですか。なるほど。はい。その戦列脚という強力なスパコンがなくなったり、転生脚という対抗技がなくなったりはするんですが、強、はい、技の強さっていうのがあって、そこをうまく活かせれば、特に剣にはやっぱキャラ性能では負けてないの。はい。ただこの受け身がなくなるので結構きついです。さあ大昇龍投げさあ分かんなくなってきたぞ。さあどうだ、これはアニケンツ、いや今のは甘えましたね。甘えたまだガードできる体力だったと思います。はい、さあお菓子、栄えあるお菓子第1号、はい、さあ悔しがっているアニケン、はい、いいですよ、もっとこういう姿が見たい。どうぞ。はい、さあ2件電コイン、さあ昇竜拳つなげている、寄らないがつなげている。さあ怒りのゴリ押しモードか。あ、しかしここは冷静。あっと昇竜出ない。さあちょっと困っているぞ2件、投げられて、さすがにキラキラった波動拳。最後は冷静でしたね、アニケンさん。あ、ここはね、スパコンがなくて、いくつだと歩き戦術があるので打てないんですよ。なるほどね。さあ投げて、しかし、さあ踏み込みがちょっと空を切ってるアニケン。今のオーラパンチはうまい。さあリバーサ昇竜暴れていく。さあリバーサ投げ、さあ今空投げっぽかったな。2度目はなかったですね。さあ紙一重でした。いやでもかなりいい動きされてましたね。さあエントリーの方が増えました。ゼロさんどうぞ。はい、さあ隣でのじ合いをしている、方々も多分エントリーされてないと思うんで。わかりました。じゃあもうここからはどんどん、はい、どんどん入っていくように、はい、入っていってもらっていいと思うんですけどね。はい、100円です。キャラはレバーですか。さあ、サガット。サガットはどうだ。ゲームサガットはサガットがちょい優位だと思いますね。サガットって結構強いイメージがあるんですか。これは先ほど言った珍しくバージョンを S にした方が全然強いです。なるほど。X だとかなり弱いんです。すると飛び道具の隙が非常に少なくなりまして、ただ X でも、剣に対しては有利がつくと思います。わかりました。さあその辺のキャラさん、キャラのようなところを使っていきたいんですけども、さあ見えたい、この技は強い技。さあアッパー、さあ勝利剣、台足つながってはいないがレッパー。最後レッパーっすね。さあ兄さんが勝利と。で、はい、ではこれで一回りしたんですが、もうめんどくせえから指名します、鷹の爪さん。はい、もう名前分かってる人で空いてる人、鷹の爪さんしかいなかったから。いやいや、やってるじゃん。今は短期使いですね。残儀剣は非常にいい勝負ですね。まあちょっと残儀有利かなという気がしなくもないですが、ありました。さあバニシングは
ガードになったか、まあ、ダブラリッツ、さあ上昇竜拳、まあ、コパンで止めて、しかし画面端に釘付けはきつい、さあ光った、死んだ、千載一遇、あの笑顔の後ろにはこういう危険な悪だくみも含まれております。高野爪さん伊達に年間1万試合やる男、さあしかしリラフンの目も厳しそう、あおっとさすがに、あこれは今度掴む、これは思い切った、さあ残業をはめる、はめる、早い、だ怖くて投げ返せねえだろうと、早すぎる、さあ勝ったのは2件、さあ誰か空いてる人はいないかな、あじゃ あ, あキャップさんお願いします、いやそこそこそのまま入れて、さあ、イベント5時、5時までですか、なんかそういう風に聞いてますが、再生回 の配信自体は、はい、3時まで、あ、3時までですか、であじゃあもう残り時間少ないですよ、あと15分、ちょっとね、準備に手間取っちゃったんで、はい、はい、ただ、対戦自体はずっとまだ、はい、はい、やっていただければ、わかりました、はい、3時以降にアニケンに勝ってもお菓子はもらえるんですけど、そこがそれはね、店長に店長の結果が出れば大丈夫ですか、 OK ということで、ありがとうございます、3時以降でもお菓子はもらえるそうです、はい、まあキャップさん最近のやり込みのすごさは目覚ましいものがあります、さあ掴む、さあ強気の様、ちょっと下積み、マジか、確かにまだ分からんぞ、ああ踏んでしまった、今の方がサマー出してれば、今のはダブルサマー出しても烈波ドア、あの画面の上まで行って最後に烈波上がった、はい、マジっすか、踏みやったんすね、いいですね、まあ、ただ烈波をミスってくれる可能性もあるんで、なるほど、ね、ダブルサマー出してた方がいい、なるほど、さあ、いい下がりそばっと、さあこれはサマーが出なかったか、どやしピオルよね、大キックレッパー、キャップさん、さあ他は誰か、滋賀県さんどうすか、空いてますけど、そのまま100円入れて始めてもらえれば大丈夫です。さあ、鉄平さんとかもいたはずなんですけど、どういてる。あこれはいつも一旦しのぎを削っている2人ですが、そうなんですね、はい、よくやってるんですね、これはさあ引っかかった、さあどうだ、あー大型レッパー、うますぎる、剣道家らね、やっぱり波動拳打つ時にああいう恐怖がつまとうんで、ものすごく打つのに勇気がいるんですけど、ここをやっぱり何度も振り抜けて飛ばれない波動拳というのは打てるということみたいです。さあ投げる、さあ2拳が力強い、投げ切ったやばいな、さあ強すぎるやろ、さすが2拳気力充実といったところ、いきますね、これですか、
はい、じゃあ帰ってきます、ね、はい、お願いします。はい、ということで今、解説をお願いしてた、KKY さんが、原産にチャレンジということで、ただですね、の試合見てるところと結構 KKY さん勝ってたので、まあ、ダルシムっていうところもあるんですけど、はい、その間ですね、ちょっと特別ゲスト、ゴージャスさん、それでサードで割とまあまあ強いと言われてるデコロスカイですね。あれです。あ、これでもデコロに似てるから、あ、ほんまや、このキャラやったらいけるかもしれない。もう考えても難しすぎますね。このラスギル、ちょっと見てるけどさ、アニケンさんの投げが上手すぎるよな。引っ込み台足、フォアフレームから取れるか、うわー、最後は大昇龍拳。5番の選手が上がるかな、速すぎる。1回から、ここは1回勝利から投げていく、もう1回投げから、投げ返すテープを重ねて、ここからでも男子も強いですからね。あ、最後はしゃがみ着パンチですかね、あれは。ファイナルラウンドは互い押し込みながら、あの、あー、ここら辺を奪ってしまう。ファンを奪って、こうなってきた人ですね、あの先から。ああ、投げられてしまう。おかしいですね。え、この下の手じゃ、この下の丸みたいな。負けてますけども、2回目のアニゲンさん相当強いんで、ここからダルシムあるのか、あー、なかった。もう序盤のあのダメージ結構痛いですね、ケンガは。ああ、なってこい。ただ昇竜の変化、フォアフォアから昇竜一発つないである。素晴らしいコマンド精度、読み合いが強すぎる。ありがとうございました。おかしいゲット、おめでとうございます。まあ、続いては安藤さんの大臣ですね。まあ、ダルシム系多分7-3くらいはついてると思うんですけど、かなり。ただ、アニケンさんの大臣はかなり特殊で、まあ、プレッシャーを盾に、はい、1回にすれば殺せよという、確かに。というスタイル。まあ、ダルシム系、僕から少なくてそういうところの傾向はあるんですが、それがかなり極端ですね。竜巻は分かってれば問題はないです。ただ通常の飛び込みと混ぜてくるのでというところですね。まあ、安藤さんはビビらんと言ってほしい。そういうこと。そういうこと。勝つよりフレームの方がいいけど、まあまあ悪くない。さあ、これはきつい。もういい投げ返し。ダルシム使いなんで、ついついダルシム目線で動きしてしまいますが、これはもう格ゲーあるあるなんで、さあ勝利、引っ掛けたが、トップスピンちょっと見せたのが痛いね。さあ、次の昇竜で落としたかったが、あー、今のファイヤーはなかなか、さあ、これは冷静に起きてないが、セーフ。
肩こするってそれはやっちゃいかんピヨルよね。あまあ、飛び込みにチョップタイプは大パントップマギ大足でピオリーチまで一気にたまるので、ほどのことがない限りやらない方がいいです。なるほど。ということで、なので、2人いるおとちゅうがいい加減負けろと思うんですが、何をやってるんでしょうか。いいんですけど、いいですよ、まあ、一周したいじゃないですか。とりあえず、一周してるんで、じゃあまたナチグロさんから入ってもらっても誰でもいいです。一回やったという人でも入りたい人入ってください。はい、はいはいはい、行ってください。ダリオさんもまだやってる。やった。投げて交流拳、あーそのところさんから押しているが、あここは兄貴も冷静になったか、アイコンで落とすようになったが体力差があるので、どうだ、あー前飛び、さあ引っかかった、これはめくっている、しっかり。振り向いたりするときもある、まあ、その辺はちょっとね、県知事じゃないけど、詳しくないか分かるんですけど、あんまりやらない方がいいような気がします。なるほど、安定したいということですね。ああ、大暴れている、歩き投げ、強気すぎる。まあ、ちょっと歩いてから小波動をトルゲでかわす、こういう細かいテクニックがね、このキャラでは重要なんですが、ところの技術の高さも光るアニケン、あすぎる。さあ、小足の断髪確認してますね、さっき言った。危れますね。さあ、トリュレッパーの展開がうまい。どうぞどうぞどうぞ、何回でも、何回でも、はい。はい、じゃあ、配信の方はですね、はい、もうこの試合で、この試合で配信は打ち切り、はい、ですが、あの組手の方は組手の方は継続するということですね、はいはいはい、やっていただけたら、場所で引っ掛けて投げて、パチコで削っていますね。あれですか、KKY さん、アニメンさんとも普段メインはされてるもちろんしてますけど、はい、まあ、行ってるゲーセン人が多いんで、はい、あんまり数はやってない感じですね。あ、そう言ってる、あ、間に楽しみが、楽しみじゃないですか、ブランカですね、さんが1本取って、はい、さあ、最後の配信の試合、優秀の美で勝たれるか、アニケン。あ、大足、今のうまい、あーだ、これ、あーだーっとちょっとミスった。あの、もう一試合追加して、じゃあ、おとちゅんの試合までやりましょう。はい、おとちゅんの試合まで配信ということで、はい、はい、はい、配信はこれでラストです。はい、さあ、最後が兄弟対決、はい、骨肉の争い。さあ、キャラは当然チュンリーでしょう。なんだかんだ、こちらが勝ってるという組み合わせだと思います。さあ、ピオル何もできない。さあ、ガッツポーズ、おとちゅん、まだちょっと早いぞ、もう1ラウンドあるぞ。しかし何も起こらなそうな雰囲気がしている。あっと、これミスった。あ、しかしマギ、あっと、あ、ここでガードは出る冷静ですね。マニケンス、
ところだ。苦しい兄剣、五千列も溜まっている。あっちの下が、さあ踏んだ、これはあるぞ。投げ返し。バレバレと煽った。バレバレだということで。さあオトチュンさんにはお菓子が、はい、どれをあげればいいですか。どれでもいいですよ。どれでもいいですよ。はい、じゃあおめでとうございます。はい、さあそしてアニケンは速攻連呼。はい、じゃあ配信はこれ、配信はじゃあこれで、ね、どうもケンキさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。
Yeah.
We'll be right back.
Oh!